はい、どうも、隊長です。FIFA 18本田監督キャリアモード続きの方やっていきたいと思います。というか、やばいね。ちょっと、テンポよく上げられてないから、FIFA の動画。このまま行っちゃうと FIFA 19が発売してしまうので、早くやっていかないと思うんですけども、今日は、ヨーロッパリーグベスト32のシャフタールドネツグ戦ですね。グループステージ突破したの結構前なんで、覚えてる方いるかどうかわかんないですけども、ちょっと時間が経ってね、ようやくヨーロッパリーグ、ベスト32トーナメント試合今回やるということで、相手はシャフタールドネツグと、そしてその次に FA カップチェルシー戦があるということでやっていきたいと思います。前回の FA カップはマンチェスターユナイテッドをね 6-0 で破りましたからね。まあこのユナイテッドはね、そんなにガチなメンバーで来なかったので勝てたんですけども、チェルシーはどうかな。とりあえず今日はこの2試合やっていければなと思います。で、次回の動画は、シャフタールドネツグセカンドレグ、マンチェスターユナイテッドのカラバオカップ決勝やっていこうかなと思います。まあ、でも今シーズンもそろそろ終わるからね。まあ、ヨーロッパリーグ勝ち上がっていければもうちょっと、時間かかるかもしれないけど、今シーズンは。ただちょっとね、2日前にリーグ戦があったので、メンバー全員ね、体力回復しきれてないんですよね。それでシャフタールドネツグの、ファーストレグに挑むということで、3日後にはチェルシー戦と。大丈夫かな、ちょっと体力不安だな、みんなの。というわけで、シャフタールドネツグ戦、ヨーロッパリーグベスト32ファーストレグをやっていこうと思うんですけど、てかなんか気づいたんだけど、ずっと大雨なんだよね。天候なんか大雨になってるんですけど、別にここいじったまあことはあるんだけども、なんかランダムってのないよね。普通に晴天でやろうか。よし。ああ、たまにはボールとか変えてみますか。まあ、変えたとこであんまそっちに意識いかないからな。まあ、FIFA19 ではね、チャンピオンズリーグが搭載されるんで、チャンピオンズリーグのね、公式ボールがね、使用できると思うんですけども。チャンピオンズリーグ、まあ、ヨーロッパリーグだからな、戦ってんの。なんでもいっか、ボールは。というわけで、シャフタールドネツグ戦メンバーはですね、ゴールキーパーラモス、スリーバックにアンパドとジョルダーノとレイ、センターミッドフィルダーにはウォーカーとジョーンズ、左サイドハーフにね、今回チャナティップを置きました。で、右にキング、で、トップ下にブラウンですね、ツートップにレコとファーナム、それ以外の選手ね、ちょっと体力がね、回復しきれてないので、今回はこのメンバーで行こうと思うんだけど、ツートップがね、レコとファーナムなんで、あそこまでちょっと、ね、身長がないんだよね。ハリソンとか、バオリーに比べて。なんで、ちょっとクロスでヘディングっていうのは、ちょっとなかなか厳しいかもしれないんで、うん、まあ、頑張っていこう。A very good home victory in their last match against Charlton. Well, 4-0, the coach would have been delighted, but he's been... さあ、ヨーロッパリーグベスト32まで来ました。アレクサンドラ。当初の予定ではね、グループステージ敗退というのがね、予想されてたんですけど、なんとかね、セビージャとか、あと、ガラタサライか、そういったチームに勝ってって、グループステージ突破と。まあそういった戦いができてから、まあシャフタールドネツグ戦はしっかりと勝っていきたいな。監督、ケースケ・ホンダ。フォーメーションは 3-4-1-2 かな。シャフタールドネツグは 4-2-3-1 のフォーメーションですね。そうやっていきたいと思います。アレクサンドラ対シャフタールドネツグ。ベスト32。久しぶりのヨーロッパリーグだからね。ここ最近は FA カップとかね、チェックアウトトレトロフィーで忙しかったから。一番難易度の高い大会、ヨーロッパリーグ。ここでどれだけ結果出せるかなんだよな。ブラウン、レコ、ブラウン、いける。あー、ちょっと行き過ぎたー。惜しい。早めにシュート打てればよかったな、今の。なんかちょっと来シーズンはポストプレーができる選手欲しいな。ちょっと大迫みたいなね。大迫ゲットしちゃおうか。あ、高そう。大迫ゲットできたらすげえな。溜めれるわ、ボール。キングのこのクロス。合わない。キングのこれに。打てるか、そのまま。おい、ナイシュー。似てたんだけど間に合わない。まずいまずい、危ない。ポスト助かった。おい、止める。
カウンタージュエイ、いけレコレコ、お前のスピードならいける、レコ決めたオッケー、早い、やっぱりもうこうなったら追いつけないよね。ナイシュー。っていうかこの試合終わってもね次にチェルシー戦あるからな、みんなの体力回復できなさそう。まあそれでもちょっと強行出場させますからね、このチームだったらいける、無理しても。だよブラウン、決める、決められない、おっとファール犯しちゃったか。なかなか嫌な位置、セットプレー狙ってきそうだな、狙ってきた、ラモスナイス、おい、オッケー、シュートスペースをなくしたね。なんだと、ファーが、ファー空いてる、ここ守りたい、ラモスビッグセーブ。いやナイス、あぶね、今決まったかと思った、普通に。オッケー、オッケー、前半終了、アレクサンドラが先制ですね。でお互いにシュート5本打ってると。ただねちょっと選手交代早めにしたいな、次のチェルシー戦もあるんで、そういうの考えるとチャナティップとかブラウンはどっちかが下げないといけないな、レコも下げたいな、あとチェルシー戦はジョルダーノとかいないと完全に終わるので。どちらかというとこの試合よりチェルシー戦の方を重視してるからな。おっ、OK、 おっ、あっとチャナティップの、んー下げて、おっと、うい、打ってくるが外す、いやジョルダーノ強っ。あーこれ来たぞ、来たー、逆、ほらこれダイレクトでいこう、うえい、来たファーナム、ナイシュー、あそこあの安牌狙うならトラップして落ち着いてシュートだけど、ちょっと挑戦してみましたねダイレクトで。まあ普通だったらちょっとね宇宙開発するかなと思ってたけど、なんとか芯を捉えたねボールの。そういうキングが最近ちょっとあまり結果出せない状態にある。あっと、これは後ろから行ったぞ、カードは出ない、出ないか、ちょっとチャナティップ下げますか、チャナティップ下げよう、やっぱサイドで置くとあんまりちょっともったいないな、真ん中に置きたいチャナティップは。カークに変えて、そうですね、ウォーカー下げてジャロ入れましょう。はい、来たよ、クロスに、おっ、レコ強い、3点、これはファーストレグで3点取れて、まあホームだからね、セカンドレグすごい楽になる。ナイスカット、いやうまい、はいはい、うん、強い、レコレコ強い、つなげる、まだある、カークの左足、ノーラー4-0、強っレコ、ハットトリックだよね。いやレンタルで獲得したのもったいないな、完全移籍で欲しいな。このゴールはしっかりとアレクサンドがボールつなげられたね。いやちょっとこのレベルでレアルマドリードとかバルセロナとちょっと戦ってみたいな、どこまで通用するのか、もちろん相手はガチなメンバーでね。 4-0 だったら次の試合ね別に主力じゃなくても済むからね、メンバー、お
どうする、どうする、おお、マジか、1点やられた。クロス上げてきて、お、これ危ない。キング、キング、ほい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 、ブラウン、いける、オーケー。ブラウン、ブラウン、ブラウン、無理して前向かない。ファーナム、ファーナム来たよ、おら、オッケー。でも4対1で勝利、なんとか。レコのハットトリック、試合スタッツはこんな感じですね。アレクサンドラ11本打って枠内7、シャフタルドネツグ8本打って枠内2ですね。もう 10.0 だもんな、レーティングが。レコ素晴らしい。ということで次は FA カップ、まだ5回戦なんだね。まだ5回戦なんだな、 FA カップは。あ、え、5回戦がベスト16なのこれ。あー、なるほどね、ベスト16か。じゃあ今度はようやく揃いましたね、 FA カップ。まさかベスト16で優勝候補のチェルシーと当たるとはね。これ勝ち上がれば後のチームと当たってもまあ楽なんじゃない。まあ強豪といったらまたストークとかね、エバートン、シティ、アーセナル、サウサンプトン、まあアレクサンドラにとったら強豪のチーム多いので、これチェルシーに勝てたらでかいな。まあ、前回ユナイテッドに 6-0 で破っちゃってるから、どうなんかな、チェルシー戦いけるかな。まあでも一応 FA カップ得点をバウリーとハリソン並んでるんで、チームとしては勢いに乗ってるね。おお、コンテコンテ監督が次の試合を視野に入れたアレクサンドラでの規律の大切さを強調するとともに、モハラモス、ゴールキーパーですね、ラモスの名前を挙げて称賛の言葉を送りましたと。コンテは、規律はどんなチームにとっても重要だ、特にアレクサンドラとホンダにとってはね、ラモスの試合中のプレイを見れば規律と自制心がどれだけ重要な側面か理解できるだろう。褒められましたね、ラモス。まあラモスビッグセーブ前の試合したからな。格上のクラブとの対決で歴史的勝利を収める可能性に興奮している様子です、ファンは。このホーム戦のチケットは先週販売後2時間で売り切れています。マジで、この3部のなんか全然知られてねえクラブにチケット完売するのか。まあ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 、確かに前回の試合でジャイアントキリング起こしたからちょっと気になってるんでしょうね、アレクサンドラがどんなチームなのか。一方のチェルシーも数年間低迷している格下の相手に不覚を取るような不名誉な結果を残すつもりはないでしょう。数年間低迷してんの、昨シーズンは、まあ、まあまあそうだな、まだ就任して1年目2年目かだし、そうだな。さあということでチェルシー戦やっていきたいと思います。ゴールキーパーはラモス、3バックにはアンパドゥ・ジョルダーノ・レインズ、センターミッドフィルダーにはウォーカーとミッチェル・ローズですね。で左サイドハーフにはエインリー、右にはベラスコ、トップ下にチャナティップと、2トップにバウリーとハリソン、やっていこうと思います。まあバウリーとハリソンは前の試合出してなかったんで、まあ十分な休養を与えられたと思いますね。体力満タンだし、2人とも絶好調だし、ゴールを期待してます。 FA カップベスト16、アレクサンドラ対チェルシー。イケメン、旗から見たらこれユナイテッド対チェルシーだよな。お、ファンヒンケル、いや、カンテがいんな、中盤でボールめっちゃカットされそう。誰この人。あ、コンテじゃないですか。ラモス褒めてたしな。チェルシー、ゴールキーパーはクルトワじゃなくてカバジェロですね。アブラハムか、ケネディと、あ、やっぱアザールとかモラタ出してないですね。ウィリアンとかガチメンじゃねえな。
やっていきましょう。まあ、こっちとしてはねありがたいんだけどね、ガチで来られたらもう勝ち目ほぼないんだけども、このメンツだったらいけんぞ。 OK ナイス、自分で抜いてクロス、これは合わないがコーナーキック、これいけんじゃない、ジョルダーノ、 OK。まあ、後半にアザールとか出してくんでしょうね、モラタとか困ってきたら。その前に出される前に天気見てえな、ハリソン、バウリー、もう一回ハリソン来たんじゃない、あーアロンソやべ、ボガボガボガ、おーラモス、ビッグセーブ。ここは中央、エンリーのこの今週弱いな、ミッチェル・ローズ、いやいい守備、エインリーローズ、カンテに奪われない、もう一回、あちょ、いやここでちょっとな判断迷うな、つなげられてる、チャンティップ来た、いやースピリクエッタやばディフェンスあそこでスライディングしてきやがった、やっぱあれがトッププレイヤーですよ。またクロス上げてきて、やべドフリ、いやーマジか、ケネディのマーク外れてた、決められましたね、この単純なクロスにマークできなかったか。首元にキスマークがある、マルコス・アロンソ、あー縦パス、ケネディ早い、やめろ、うわーマジか、うれー、やべ焦ってる焦ってる、あーファ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 、危ねー、おっマジでいやーセットプレーでやられたか、うわー顔似てねえしよ、まあ、2-0 一番危険なスコアなんでね、いやー 2点先制されて前半を終えたが、でも1点取れば勢い取り戻せる、ちょっとベラスコお前トラップやばい、ちょっと攻めよう、アタッキングぐらいにしよう、スソ入ってきた、スソマジでスソか、止められん、止めた、よし、ほい遅いぞ、前に行くのが遅すぎる、はいハリソン、オッケー、いやー惜しい、クロスにローズ決まった、オッケーオーケー、ミッチェルローズお得意のエリア外のシュート、しかも利き足じゃない左足で打ったよね、素晴らしい、ナイスゴール、もう打たなきゃ意味ない、打たなきゃ、ちょっとベラスコ変えるか、ベラスコ変えましょう、ベラスコ変えてレコ入れます、いやレコも入れてカークも入れて、でカークとレコ逆にしよう、よし、まだ分からん、勝てるかもしれんこの試合、うわっ待って、ジョルダーノ、ええー、
マジでジョルダーノジョルダーノがいたからめっちゃ余裕だわと思ったけど体で負けたあのジョルダーノがはいほら惜しい鑑定鑑定 OK ブロック3対1は厳しいっすねおっとなんか9番の背番号が見えるモラタ入れてきたちくしょまだ点狙う気かお前らやめてくれモラタって言った途端に取られちゃった守備崩壊だわうわアザールも入ってきたはいアレクサンドラ守備崩壊、まあ、現実見せられたよねちょっと夢見ちゃったわユナイテッドで勝っちゃって次もいけるんじゃないかなと思って普通にボコされましたねまあこれが、まあ、これがプレミア1部ですよ OK まあでもねこうやって素直に負けるわけにいかない1点取り返すレインズ上がるハリソン OK 2点えオフサイドかよアザルアザルおい真ん中めっちゃ空いてんじゃん OK もうこれ以上の失点は許されねえ1点取り返したいよ1点取り返してこのチェルシー相手にあ空いたぞ真ん中まだあるあー自分でいけたな来たよ左足うーんあえ嘘だろうわ5失点俺こんなに失点したの久しぶりなんだけどモラタを止められないっていうねあのミッチェル・ローズのシュート決まってまだ取り返せると思ったけど3失点目で終わったねいやこの結果で勝てる試合だったって言いにくいな乾杯ですまあでも FA カップこの時点で敗退したことによって日程的に楽になるから、うん、まあそう捉えようポジティブにまだありますからねカラバオカップとかチェッカートレードトロフィーあとヨーロッパリーグもあるからうんでも勝ち上がればもうちょっと賞金もらえたなそう考えるとちょっと悔しいなお金大事だからなタイトルよりぶっちゃけというわけで次はセカンドレグのシャフタールドネツグがあるんだねでも前回 4-1 で勝ってっからなどうしようまあでも次はねあのカラバーカップの決勝やるかのでこのシャフタールドネツグ戦は一応やるはやるんですけどハイライトであの次回の動画で短く編集したやつをあげます、まあ、次回はカラバーカップ決勝ねやっていこうと思いますもうそろそろね3月突入して4月にはチェックアウトトレードトロフィーの決勝もあるし、まあ、チェックアウトトレードトロフィーのタイトルは取れるいや取らなきゃいけないで、まあ、ヨーロッパリーグどこまで勝ち上がれるかだしカラバオカップの決勝もあるし、まあ、リーグ戦もリーグ戦でタイトル取って、まあ、今シーズン綺麗に終えたいなと思いますというわけでご視聴ありがとうございましたバイバイ